ベニートムストリーには、サンピエトロ広場へ向かうビアデッラ・コンチリアツオーネを建設するため、中世の細長い住宅を取り壊したバチカン四国にて、SCV-1 と書かれた、パパモビルにいるヨハネ・パウロ2世バチカン四国の交通システムは、長さ 1.05km、幅 0.85km が国土であり、空港やハイウェイを持たない、小さな国家の交通機関である。 平均時速3 6トルの速度で歩くと、バチカン四国は20分以下で横断できる。したがって、バチカンのインフラの多くは、バシリカ、建物に囲まれたサンピエトロ広場とその入り口、建物の後方、マニュアル通路などである。教皇庁や公式の観光職員が使用するヘリポートが、都市国家の西端にある。バチカン四国では、 公式な訪問者が時々ヘリポートを使用する。バチカン四国には公共の空港が存在しない。バチカンを訪れる観光客の多くはローマの空港を使用する。バチカン国内には1435ミ、mm、リメートルの852メートルほどの短い鉄道路線があり、首都ローマを囲む鉄道ネットワークに接続するローマサンピエトロ駅がある。バチカン鉄道駅は建築家、 ジョゼッペモモによって設計され、ラテラの条約締結後、ピウス11世の統治下で建設が進められた。開業は1933年。ピウス11世の時代、鉄道で巡礼者の輸送が計画されていたものの、長らく乗客輸送に使う機会は限られたものとなっていた。ヨハネ23世は、鉄道を最初に利用した。また、ヨハネパウロ2世が、 例外的に鉄道を利用したことも知られている。今日、鉄道は主に貨物輸送で使用されているほか、2015年秋からは、ガンドルフォ城の開放に伴う一環で、土曜日限定でカステルガンドルフォとの間に、観光列車が運行されるようになった。なお、ローマ地下鉄衛線が、オッタビアー駅とチプロムゼーバティカーニ駅の間で、バチカン市国を通過する。両駅は、 バチカンから徒歩10分の距離にある。バチカン四国で登録された自動車のナンバープレートは数字の前に SCV が記載される。バチカン四国居住者は数字の前に CV が記載される。国際ナンバープレート、ステッカーは V である。パパモビルの車両には赤いレタリングに SCV1 と記載される。同じように強行が移動するバチカン四国の交通手段には SCV1 が使われている。ありがとうございます。